アルファロメオ 4C はイタリアの自動車メーカーアルファロメオが製造をしているミッドシップのスポーツカーである。同社初のミッドシップの量産市販車である。アルファロメオは2011年1月に開催されたジュネーブ賞にてコンセプトカーのアルファロメオ 4C コンセプトを発表。2013年のジュネーブ賞で正式な市販モデルがアルファロメオ 4C として発表され、 同年9月に、イタリアはロッコにあるフィアットのテストコースにて、メディア向けに試乗会が行われた。社名の由来となった、直列4気筒ガソリン直噴エンジンは、アルファロメオジュリエッタ・クアドリフォリオ・ベルデに、搭載されていた 1750CC ガソリン直噴ターボを改良し、最高出力を 240PES に引き上げた。特筆すべきはダラーラにて製造された、 フルカーボンモノコックを採用したことであり、モノコック単体の重量ではわずか 65kg しかなく、乾燥重量は 895kg となった。重量の軽さも相まって、パワーウェイトレシオは 3.7kgPS を達成した。トランスミッションは、フィアット独自開発の6速、デュアルクラッチトランスミッションである、αTCT を採用し、MT の設定はない。 また、軽くするために、現代の車ではほぼ標準装備でついてくる、パワーステアリングも、非装備である。車体製作は、同じフィアットグループであるマセラティの工場にある、専用のラインで、ほぼ手作業で作られている。2014年5月27日、日本で同年7月1日に販売されることが発表された。2015年11月にはルーフを、ソフトトップにした。 オープンカー仕様の 4C スパイダーが追加発売されている。なお、4C スパイダーのヘッドライトは通常モデルとは違い、一般的なデザインになった。不可、ジャパン株式会社は、アルファロメオブランドのミッドシップスポーツカー、4C 並びに、4C スパイダーに創業107周年を記念した特別仕様車、4C17th Edition、4C スパイダー1 7ブンスエディションを設定し、 2017年5月1日から6月30日までの期間限定で全国のアルファロミオ正規ディーラー店舗にて受注開始。フォーミュラ1にインスパイアされた超軽量カーボンアーキテクチャーに革新的な4気筒のオールアルミニウム1750直噴ターボエンジンを搭載した 4C、4C スパイダーのスポーツパッケージ装着車をベースに国内未導入のカーボン製パーツなどの 内外装オプションを特別装備した、フカジャパンの現行モデルでは、唯一1000万円を超える。エクステリアは、フロントタイヤ前方にカーボンイヤーインテークを備えた、フロントバンパーをはじめ、カーボンドアミラーカバーや、カーボンサイドイヤーインテークを採用したラグジュアリーナ、仕上げがとなっており。さらに4 c 1セブンスエディションには、カーボンルーフパネルを、4C スパイダー1セブンスエディションには、 カーボンロールバーカバーを備え、足回りには、スポーツサスペンションに加え、ハイグリップ仕様のレーシングタイヤを標準装備。さらにアクロポビッチ製デュアルモード付け、チタニウムセンターエグゾーストシステムが備わる。インテリアは、シートカラーにより、レッド、イエロー、または、ブラウンのステッチが施され、レザーインストルメントパネルドアパネルや、カーボンインストルメントパネルインサート、 カーボン調シフトボタンウェゼルにより、ミラノ発祥のブランドならではの上質かつスポーティな、宣伝されたスタイルへアップグレード。またアルパイン製、プレミアムサウンドシステムも特別装備された。アルファロメオは、スイスで3月6日に開幕する、ジュネーブモーターショー2018において、4C コンペティチオーネ、4C スパイダーイタリアを初公開する。同社は、アルファロメオ、4C。 4C スパイダーの特別仕様で世界限定108台を生産する計画。4C、4C スパイダーのスリリングなパフォーマンスを維持しながら、さらにエレガントかつ洗練されたモデルに仕上げたとしている。ボディカラーはアルファロメオ伝統のコンペティツ用ネの名前を冠した 4C クーペではベズビオグレーと呼ばれる専用のマットカラーでボディを塗装。4C スパイダーでは ミサノブルーで塗装。足元はフロント18インチ、リア19インチの 4C クーペはダーク仕上げのアルミホイールを装着。4C スパイダーは5本スポークのアルミホイールで引き締められた。ブレーキキャリパーは 4C クーペはレッド。4C スパイダーはイエロー。アクロポビッチのチタン製エグゾーストも装備された。室内にはアルパイン製のハイエンドオーディオを採用。 シートやダッシュボード、ステアリングホイール、ドアトリムには、4C クーペは赤ステッチ入りのレザーシートが採用される。4C スパイダーはイエローのアクセントが添えられた。ミッドシップに搭載される、排気量 1750cc の直列4、気筒直噴ガソリンターボエンジンは、最大出力 240hp、最大トルク 35.7kgm を発生。 トランスミッションは TCT と呼ばれるデュアルクラッチ。0時速 100km 加速4.5秒、最高速時速 257km のパフォーマンスを発揮する。アルファロメオ 4C、海外市場機、人々にスーパーカーを、ウェブ CG ファット、ジュネーブ賞2011、アルファロメオの小さなスーパーカー、4C コンセプトは市販車決定。 アルファロメオ 4CE 発表、小型スーパーカー、日本市場へ手が届く783万円からレスポンス。ありがとうございます。